こんにちは。今日は留学についてまたお話をしたいと思います。実家に帰ってきてちょうどママもいたから、その私が持って行って便利だったもの、一緒にママと思い出して話せればいいなと思ったので、こっちにいる間にそのお話をしたいと思います。あとホストファミリーにどんなお土産を私が持って行ったかとか、そういう話をしたいなと思いました。ちょっと今夜で暗かったらごめんなさい。でも今日メイク動画じゃないから私が喋ってるだけなんで大丈夫かなと思う。ここにいっぱいメモしてあります。文房具、日本の文房具本当に優秀だから持っていくのをおすすめします。帰る時私自分が持ってたもの全部友達にあげたんだけど、なんかみんな香港とかにある無印とかで大量買いしてくるの。だからなんでそのペン持ってるのとか聞くと、無地で買ったって言われてたんだけど、海外の文房具ってデザインとかは可愛いけど結構ポンコツなのとか多いから、ペンとかノートとか持っていくと結構いいと思います。シャーペンの芯が HB しかないとか、書きにくいのとかもいっぱいあるし持っていくといい。であと赤シート、実際そんな使ったかって言われたら、まあ単語覚えることとかにしか使ってないんだけど、赤シート持っていくとね、まずみんなが「何それ、何に使うの?」みたいな感じになって、隠してるのとか見せると「やっばー」みたいな、ネタになるの、すごく話のネタになるから持っていくのをおすすめします。なんか日本じゃ当たり前じゃん、赤シートで隠すとか。でもそういう文化が私の学校ではなくて、すごいなんか自分がすごい頭いいこと言ったみたいな気分になれるからおすすめ。次、歯ブラシ。歯ブラシは日本の歯ブラシが本当に一番なので持っていくといいと思います。いっぱいなんか海外のやつってさ大きくてなんかザクザクしてるし、日本のも大量に持っていくのがおすすめ。あとこれはホストファミリー歯ブラシをお土産で持っていくのも全然いいと思う。私の親戚は未だに日本から歯ブラシを送ってくれって電話かかってくるぐらいだから、日本の歯ブラシは素敵です。あと洗濯用ネット、なんか海外の洗濯機ってでかいし、なんか優しく洗う滝洗浄みたいなのがあんま家によってはないようなところもあるから、一気に大量に回すじゃん。そうするとすごい絡まっちゃうから、洗濯ネットあるのはマジで便利で、しかも洗濯にちなんだことなんだけど、で自分の分自分で洗いますって言ってたんだけど、最初の方は最初の家とかはそうだったね。だから自分で週に1回か2回自分の溜まったものを自分の全部洗うっていう感じだったんだけど、結構「あ、いいよいいよ一緒にやっておくから」って言ってくれるお家が結構あって、白とか黒とか本当に分けずに洗う家とか全然あるから、色が映っちゃったりとかも全然あるから、あんまり良すぎる服は持っていかない方がいいかなって思う。それか自分で手洗いする、そこを気をつけた方がいいかも。で下着は自分だけで洗濯機を使うっていう場合だったら全部一気に洗ってたけど、洗ってもらってる時にはホームステイ先で下着は出さずに自分がお風呂入る時に手洗いして自分で干しに行ってました。それがいいと思う。洗う方もまあいいんだけど、普通にこう全然洗うのは、でもそのなんて言うんだろうな、なんとなくマナーじゃないけど、なんか印象が良くなるかもしれない。私もそれは教えてもらってすってやったから。シャンプーとかは向こうで全然買えば大丈夫。向こうのシャンプーで髪がギシギシになるとかいう心配もあるじゃん。そういう心配がある人はハーバルエッセンスをおすすめします。ハーバルエッセンスは日本で買えるのと海外で買えるの全部一緒だから、私はハーバルエッセンスを最初から使ってました。向こうで買う時に服とかは一気に持っていけなかったから、その向こうが冬だったのね、私が行く時に。だから冬服だけを持って行って、で向こうが夏になる時に送ってもらって夏服を、で冬服をこっちに送り返すっていう風にやってました。あと持ってた方がいいもの、生理用品。女の子は本当にね、生理用品も日本のが一番いいから絶対多めに持ってった方がいい。真剣に私も送ってもらったから、その後亡くなった後とかも。薬系も海外のは強くて即効性があるみたいな感じじゃん。本当に強いの、めっちゃ効くやつはすぐ効くんだけど、今まで日本でずっと飲んできたものが一番安心だったりするから、万が一のためにちゃんと持っていった方がいいかも。電子辞書、電子辞書に関してはね、話のネタにもなるの。みんなが「何それ、パソコン?」みたいな、何そのちっちゃいパソコンってすごい言ってくるのね。でそのために「違うよ、これ電子辞書だよ」みたいな言ってたらすっごい驚かれるから、何それ使わせてとか言われるから、友達作りのネタにもなるし、授業中つまんない時に暇つぶしとして絵を描いたりとかできるじゃん、あれって。あとテストの時も私は特別に電子辞書使わせてもらえたから
必需品でした。お土産で持ってったら喜ばれるもの、ごめんなさい話が飛び飛びなんですけど、持ってったら喜ばれたのはね、体洗うタオルみたいなのあるじゃん、あのゴシゴシするやつ、100均とかにも売ってるんだけど、なんかハンズとかにさ売ってる800円とか1000円とかで売ってる体洗いタオルみたいなのあるじゃん、肌触りめっちゃいいやつとか、あれを持っていくとすごく喜ばれた。食べ物をお土産で持っていくのとかは、あの持ってっていいものとかダメなものがいろいろ国によって全然違うから、それはちゃんと確認してから持ってった方がいいかも。あの留学じゃなくて普通に遊びに行った時に、日本から自分が持ってた時に喜ばれたのは、頼まれたのは普通に塩ラーメンとか焼肉のタレとかそうそう、あとしかもあのオーストラリアは卵が入ってるものがダメなんですよ。で確か塩ラーメンはクリアだったの、大丈夫だったから塩ラーメン持ってった。であと焼肉のタレは何にでも使えるから、あとインスタント味噌汁、あれも良かったよ。お茶漬けの素、お茶漬けの素は喜ばれた。だってお湯ぶっかけるだけであれさ、日本に帰った気分になるじゃん、あれは喜ばれる。あと日本のグミとかすっごい美味しいから、向こうのグミとかキャンディーは甘すぎ、もうめっちゃくちゃ甘いから、日本のねグミを持っていくと喜ばれます。あと消しゴムの、なんかお寿司の形した消しゴムとかあるじゃん、お寿司とかラーメンの形した消しゴムとか、エビフライの形した消しゴムとか、何これってすごい友達に言われるの。だからこれも話のネタになるからいい、持ってくと配っちゃえるようなもの、消しゴムじゃあエビフライとこれとこれとこれあるけど何がいいみたいな、いいよあげるよみたいな、お話のネタになるし人にも喜んでもらえるから、私は結構買って持っていきました、うん、喜ばれる、てか面白いって言われる。あとね浴衣とかジンベエ持ってって喜ばれてる子もいました。あとはね持ってってよかったもの、あカイロ、本当に冬はカイロは必需品だから友達に取られるけどね、便利。あとねタオルとかは、まあなんかその寮とか一人暮らしする人とかはまあ絶対持ってかなきゃいけないけど、ホームステイの場合だとやっぱ貸してくれたりもするじゃんタオル、だけど私は自分で自分のを持っていきました。印象良くなると思う。私のホームステイ先のそこの親友の家があるあったんだけど、そこの家にも短期の留学生が来てて、どっかの国からすごいやっぱ話すんだよお母さん同士で、うちに来てる子はこうだよとかで、向こうに来てる子はこうだよみたいな、なんか聞こえてくるじゃん。それですごいなんかまさこはその日本からネットも持ってきてて自分で下着洗っててみたいな、すごい褒めてくれたのね。私こうしなさいああしなさいっていうのをママから言われてたんだけど、日本出る時に絶対ホームステイ先で起きたらまずベッドを布団とかを直しなさいとか、洗面台を使ったらちゃんと水滴を拭きなさいとか、綺麗に使いなさいとか、すっごいもうほんと口うるさく言われてたのね、下着とか自分で洗いなさいとか。だからその通りにやってたんだけど、そしたら意外にもすごい褒めてくれたから良かったんだなと思って、だからこれはおすすめです。多分印象良くなるから、本当に私服とかに関してはね、私シドニーに行ってたんだけど、ママに絶対ダウン持ってけって言われてたから持ってたの。そしたらマジで一回も使わなかったです。本当にシドニーダウンなしでも生きていけるから、全然ライダースで生きていけます。でもその代わりヒートテックをめちゃくちゃ使った。ほんと2枚重ねにしたり、あれかさばんないからさ、ヒートテックとかはあったらいいかな。お土産で持ってったのはやっぱさ、食べ物とかはかさばるしみたいな感じで持ってけなかった分とかがいっぱいあるから、日本から送ってもらってゆかりせんべい、私名古屋出身だからゆかりせんべいとか味噌煮込みうどんのセットみたいなのがあるんだけど、インスタントのこういう袋の麺とかじゃなくて結構ちゃんとした味噌煮込みうどん作れるセットをママが日本から送ってきて、それを向こうにいる時にお世話になりましたっていう形で渡したりとかはしてました。と日本からのお土産って考えるとすごいなんか日本的なものを想像しがちじゃん。扇子とかもすごい喜ばれるし、だけどそこまでそんなに日本的なものに執着しなくてもいいんじゃないかなって思う。ちっちゃい子供とかがいて一緒に遊べるようにとかで日本のおもちゃとかさ、そういう駄菓子とかけん玉ヨーヨーとかそういうのを持ってって遊びを一緒にするとかだったら全然いいと思うんだけど、そのホストファミリーの構成によって考えた方がいいかなって思う。だから私は普通に化粧品とかも渡したかな、確か。そういう風に考えて買うのがいいかなって思いますっていう感じです。私が持ってってよかったなって思うものと、お土産で渡してよかったなって思うの思ったものを、すごいバーってめっちゃ一気に喋っちゃったけど話しました。パート1パート2パート3で行くきっかけとか
ホスファミリーについてもっと詳しく話してたりとか、私がやってた勉強法について話したりしてるので、そちらもリンク下に貼っておくので、よかったら見てください。あの、質問とかあったらコメント欄とか DM とかで聞いてください。今日の動画も最後まで見てくれてありがとうございました。また長くなってしまったけどすいません、最後までありがとうございます。次の動画もぜひぜひ見てください。チャンネル登録と SNS のフォローもお願いします。バーイ。